いややっとね、丸野さんの鶏だしそば2024年バージョン食べに行くことができました。9月限定なんで、あと2週間もないと思うんですけど、なかなかね、来れなかったんですよね。鶏骨そばとはまた違う、あの鶏だしそばの方なんで、で、去年の暮れからかな扱う鶏の種類も変わってるので、当然だしの濃さも全然違いましたね。もう最初は戸惑うほど旨味が爆発してて、あれこんなんやったっけって思いましたけど、美味しかったです。最近多いね、白ご飯で追いかけるパターンにはまってしまいましたけども、白ご飯で負けないうまさと濃さ、でもそんなにしょっぱらくないっていうね、いいバランスのラーメンでした。まあ味玉トッピングしたかったんですけど、今年のバージョン初めてなんで、とりあえず1杯目はトッピングせずにそのまま食べてみたかったので食べました。美味しかったです。とりあえず月末までにもう何回か食べに行きたいんですけど、どうでしょう、どうなるでしょうか、まだ分かんないですけども、頑張って食べに行ってみたいと思います。それじゃあ帰ります。そんじゃまた。